先週の日曜日にですね、うん、最近の私の一番、大好きな、うん、まあ、お仕事、うん、いじり春日の美人妻いただきます、はいはいはい、2回目のロケがありましてね。おい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 。もう、何回目だ ?5 回目なのかな、シャープで言うと5ですよ。はい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 。まあ4本撮りで、うんうんうん、6時40分ですか。だから土曜日これ終わって、3時に終わって、6時40分ホリプロ入りっていうね。朝から美人妻いただくっていう。でもさ、美人妻いただきますを4本撮りってすごい。すごいでしょ。立て続けに。もう贅沢な1日よ。で、終わったのが夜中の12時ね。すごいね。6時40分入りで。何時間ロケだ?6時40分。まあ、押しての12時ぐらい。イジリーさんと15時間ぐらい一緒にいるんだ、うん。最高だよね。すごいね。30分番組の4本撮りなんだけど。まあ、その時間。ちょうど27時間テレビと同じぐらいの感じで。その一方、イジリーと春日は美人妻をいただいてたっていうね。いや、だからそれで始まって、朝8時ぐらいかな、その現場、結構現場を、うろうろするっていうか、うん、なんか、千葉の方行って、都内戻って、またもう一回千葉の方行ってみたいな、移動が結構、なるほどね。あるのよ。撮るのは結構パツンと撮るんだけど、うん、皆さんも手際がいいから、ね、はいはいはい、撮る時間はほんとそんなにかかんないんだけど、移動とか街とかが多くてそのぐらいになるのよ、うん。だけどもう夜中までもう誰一人この疲れてないっていうかね、もうみんなその、なんつうの、チームみたいになっててさ、なんかさ、うんうん、で男の人多いからさ、うん、もう美人妻をいただくっていう目標に向かってこうみんながこう、言ってるから一致団結してんだね。チームワークはまあいい、はい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 。でも朝の8時から、8時ぐらいかな、オープニングが1本目の始まって、うんうん、もう炎天下よ。8時ってもう30。その日がね、なんか今年一番の暑さみたいな。はあ、そう。最高気温の日みたいな。うん、でも朝8時ぐらいがもう30度超えてるぐらいなのよ。うん、で、最初の奥さんがさ、美人妻がさ、BMX ってあるじゃん。自転車の。はいはいはい。BMX を趣味でやってる奥さん。ああ、激しいね。で、だからこの、スケボーのなんかこういうさ、あるじゃん、坂みたいな。はいはいはい、あるある。グワーンってなってる、うん。うん。円を半分切ったみたいなさ、台みたいな。はいはい、はいはい。まあ、その、うん。そこなんか、それもやった、スケボーやったり、BMX やったりする、なんかなんとかそのパークみたいな。あところで、まあ、ね、うん、その人のような奥さん会うんだけど、うん、まあ朝8時過ぎぐらいから、まあ前も話したけどね、奥さんの顔をまず見れないわけです。我々は。うんうん、いじりさんと私は、うん、ちょっと離れたところから見ると。うん、朝の8時から、そのパークの、あの、鉄の柵にかじりついてさ、はいはいはい、美人妻の顔を。必ずそういうとこから始まるんだね。もう、うん。日曜の朝8時からもう子供とかもそのスケボーやったりとかしてんのよ。はいはいはい、はい。俺はこうガッツって、髪ないですね。ケツはいいですね。とか。髪の長さ好きですね。とか言ってこうやって見て。そっから始まるの、ね。そっから。で、アシスタントの人がこう見に行ってみたいな、まずこの間説明したけど、うんうん。で、今回のアシスタントが安田圭さんじゃなくて、うん、変わりましてね。うん、ジョイのね、大田和さんっていうさ、うん、あの、スッキリとか出てる、ちょっといくつが40代ぐらいなのかな、うんうん、もう方でさ。はいはい。で、まあ、いろいろ同じような感じでね、うん、前回と同じ顔見に行ってくれたりとかするんだけどさ、うん、その大田和先生がさ、うん、もう3人の中で一番下品なのよ。そうなの？そう、我々、そう、もう最終的にもうあんた、おじさんだねみたいな感じで意地になって4本目ぐらいだと、うん、もうガンガン行くの、美人妻に。うん、BMX やってる美人妻だったらね、うん、いやー、だこっちはさ、いや、すごい、なんかね、女性なのに激しいですね、とかさ、うんうん、やっぱそういうなんか激しいね、夜とかも激しいんですかみたいな、ちょっとずつ攻めていくじゃない、はいはいはい、汗ばんでね、みたいな。はいはいはい、なんかそのなんか T シャツ欲しいな、とか。結構行くね。まあ、こうやって徐々に行くんだけど、もう大田和先生は、やっぱりね、サドルが当たるからいいんでしょ。ガスンとなんか、おい、下品っすね。なるほど。もう三段飛びぐらいでいっちゃうんだ。そうそうそう、イジリーさんと春日のプランを。そうそう、一番、まあ女性だっていうのもあるし、まあなんか、お医者さんみたいななんかそういうね、のもあるから、なんかちょっと許されるじゃないけど、結構ガンガンどの奥さんにも行くのよ。でももうさ、サドルが当たって気持ちいいんでしょは。もう全然シュート打っちゃってるもんね。ドリブルじゃないよね。そうそうそう。もうボール持ってすぐシュート決めちゃうね。こっちはドリブルで何度かこう進んでいくのにさ、バンバンもうストライカー。売れようとしてんのかな、その日。いや、聞いたら、うん、その安田さんとやったやつを、うん、なんか、V を見たらしくて。真面目な人だな。そうそう、全部見てくれた4本分ぐらい。
だそういう番組だっていうので、結構こう頑張ってくれてる部分もあったらしいんだけどね。でこう言っちゃ失礼だけど、うんうん、美人妻はさ、うん、現場に行けばいいんだよね。うん、予習しないで。いや、そう、現場で行きゃいいのよ。本来ね。本来。でも、そのアシスタントの、うん、我々はでも本当そうなん、いじりさんと私は、うん、まあ一応台本あるけど、うん、その流れ通りに行かないっていうのは前回分かったから、そうだよね、うん、もう何も、で、進行役でいるわけだよ、うん、アシスタント。うん、だその人は全部手カンペとか持って、やることを、ちゃんと分かってなきゃいけないんだけど、うん、それ以上の下ネタをバンバンぶち込んでくるわけですよ。うん、大玉先生は、うん。まあ助かる部分もありつつ、うん、まあ、引いたりする部分もね、うん、ありつつで、まあやっててさ。うん、でさ、またね、ちょっと説明するけど、それでやって、私といじりさんが写真を撮るという番組、うん、基本的には、はいはいはい、美人妻の。はい、で、いじりさんが、いじりっていうキャラクターになって、アラーキーですね。そうそう、私が、かすやまきしんっていう、キャラクターになって、こう、アフロみたいなこう、ずらつけてさ、うんうん、写真を撮るっていう、おめで、今回のラインナップが、うん、まあ、その BMX が好きな美人妻。うんうん、で、二人目が、ピアノが好きな。ああ。だからその、まあ、なんかいそうだよね。そうそうそう。だからその何、スタジオみたいなとこ行ってさ、音楽スタジオみたいなとこ行って、なるほどね、分厚い、あれあれじゃ防音のさ、うん、分厚い、だからこのラジオのこのブースのさ、はいはい、みたいな扉のところの、ちょっとした隙間から私と、イジーさんのこと覗く。合うんでしょ、結局。いや、合うのよ。いや、もうちょっと、ためが必要なわけよ。いや、そうだよな。ためって大事だよな、何にでも。うん、で、それを大田先生が見に行って戻ってくるみたいな。で、3人目がね、エステ。うん、赤坂の、うん。エステをやってるところの、エステのこののれんの隙間からこうやって見る。はい、はい。ってね、私といじりさん。はい。で、4人目が、ランジェリーショップで選んでるところを、うん、店の階段からこう、見るね。っていう、うん、まあ、4人やってさ。うんうんでさ、まあ、写真撮るときにさ、やっぱ感動、やっぱ前回も言ったけど、いじりさんとね、うん、その仕事やってると、うん。やっぱりその下ネタって言ったらっていう人とやってるからさ、うん、時折その感動する場面があるんだけどさ、二、うん、人でこう撮ってたの、うん。で、その奥さんエプロンつけて、台所で料理をするっていうところをバシバシ撮ってたわけですよ。うんうん、そしたらいじりさんがさ、じゃあ奥さんっつって、あそこの戸棚の一番上の、うん、あそこから、調味料取ってみましょうかっつって。したらもうこっちも、あれだと思ってさ。もう、ゆうきひとみとね。懐かしいね。あれはもう、ゾクゾクゾクってしちゃってさ。もう、いじりさんをバシバシ取っちゃうわけですよ。感動して。ほんで、バーって、もうちょっと、もうちょっと上、もうちょっと上とか言って、もう下からこうバンバン取ってないけど、うん。はいはいはい。いじりさんが。はい、で、取り終わった後に、カメラに向いていじりさんが、ギルガメッシュってやったの。もう、現場の熱が、ポンと上がってさ、いやそうだろう、ね、世代だから。うん。でもそんなんがあったり、まあ、高速ベロですよ、だから、前回見て、はいはいはい。今回どのタイムで出んのかな。はいはい、2回ばかし出たんですけど、一、うん、つが、寝室に行ったらね、ある奥さんの、うんうん、美人妻の、寝室ですねっつって、わ、ここで寝てるんすね旦那さんとね、みたいな。で、まあ、大田先生、大田先生さ、なんか、変な毛とか落ちてないかしらみたいな感じで、バンバン攻めてくる、そうだよね。すげえ行くな、おい。これ24時間テレビ、裏の昼間。だから、ダンスとかやってたから。本気。本気。こっちもエロに向かって、もうみんなで本気で一丸となって。もうさ、スタッフさんももうチームワークっていうか、なんかさ、もうやることが言ったらもう王道のエロ番組なのよ。そうね。ね、奥さんと会って家行ってとかさ。すごいなね。でもさ、うん、今、カズガの説明聞いてて、イジリさんの高速ベロってさ、やっぱさ、うん、なんかそういうペットボトルとかが置いてあってさ、それをさ、なんか男のさ、うん、内面をこう、具現化したというかさ、うん、下で、あれ舐めないかったりするんだよね、結局。舐めなかったペットボトルだけ見てさ、舐めなかった下だけこう、動かして置いたりするんだよね、ペットボトル。で気持ちってことなんだろうね。それすごいな。いや、すごいよ。うん。でさ、どこで出んのかな、寝室でと思ってたらさ、パジャマがあったんですよ。うん。美人妻のね。美人妻の、うん。なんか今流行りのなんかタオル生地みたいな感じの、おしゃれなやつがあって、あ、これ、あ、気持ちいいっすね、みたいな感じで触ったりとかしてさ、うん、これちょっとでもあれだな、本当に肌触りいいのかな、うん、イジーさんが言い出してきて、うん。ちょっと確かめてみるね。って言って高速ベロをパジャマに。
ペペロン。それは何？すぐやるパターンと近づいていくパターンがあるの、うん、だんだん近づいていく。すぐやるパターンはなかった。ああ、なかった。一言ぐらい。でもなんか普通に振る。いきなりはいかない。だからちょっと上品な感じなんだよね。いきなり行くとなんか本当にさ、むしゃぶりついてるみたいな感じになるじゃない。一回なんか置くのよ。なんかやっぱさ、うん、本当にこれは。はいはいはい。はいはい、確かめてみるって。作法があるんだな。そう、いやー、パジャマですね。いただきまーすってないわけ。そこは。こうやって一回見て確かめてから、うん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 、パラパラパラなわけですよ。だからなんか俺らとかは焦ってるからさ、うん、歯ブラシとかがあってもさ、うん、ちょっと見て、うん、いきなり加えちゃうとかやるけど、うん、ただ匂い嗅ぐとか、うん、ちょっとまた話してみるとか、うん、でゆっくり近づけてさ、うん、今ってタイミングでスッと行くんだろうね。そうだよね、だからね。その間というか、なんかそのね、お作法があるんですよ。やっぱり何でもそうだね。うんうん、そう、ペロペロってやっての、まあ、一回出て。二回目が、まあ、ある奥さんのとこ行って、料理をしてもらった、うんうん。毎回その料理、手作り弁当だったりとか、いろいろなんかあるんだけど、その時は家に行って、あの、ハンバーグを作ってもらって、うんうん、で、みんな食べるってなった時に、イジーさんがハンバーグを切ってさ、うん、これはあれですね、つって、うん。ソースがかかってますけど、ソースですかね、これ本当に。いや、ソース。いや、ソースですよ。本当にソースかな？確かめてみよう。で、ペロペロって言って。んで、私何度もやっぱ高速ベルトでこっちもさ、取るじゃん。その一眼レフみたいな持ってるからさ、取るんだけど、何回もシャッター切るんだけど、一回もやっぱ映んないのね。ベロが。早すぎ、もう残像しか映んないわけですよ。ペロペロっていうのが。一回も映んないですね、みたいな。まああってさ、二回ばかし出て。でもやっぱそう、出るたびにね、現場もみんな盛り上がって、世代が同じだからさ。だからもう本当にもうテンション上がって、みんなもう外のロケだからさ、もう T シャツに塩吹いちゃったりとかしてるわけですよ。真っ白になってんだけど。だけどもう全然誰も弱音を吐かないような現場で。もう手際もいいわけですよ。ね。奥さんがグラビア撮影するっつってさ、はいはいはい、庭に出てね、水着で撮るって言って、で、みんなでなんか準備待っててさ、したら、まあ水着立ったまま撮るっていうのもね、なんだね、みたいなこと言ったら、もう、わかりました、用意しますっつって、バーンつって AD さんがさ、なんかあの、ブルーシートはダメですかね、寝かすように。ね、横になさい、ブルーシート、ダメだ、ブルーシートはお前なんか、工事現場みたいになるだろ、みたいな、うん。で、ウッドデッキみたいなのがあったウッドデッキはどうすかね、いや、ウッドデッキはこう、日に焼けちゃって熱いだろ、ダメだろ、つって。バスタール、バスタールつって、バスタール、すぐ買いに行ってさ、バスタールをもう芝生みたいなのにバーンって敷いてさ、はい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 、その間、本当に10分ないぐらい。もう手際もいいのよ。そこでもうバンバンみんなでなんか OS1 かなんか飲みながらさ、はい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 、めちゃくちゃなっちゃうから、暑いから。バンバン奥さんのその、ケツの写真とかバンバン撮ってさ、で、まあやってね。で、最後の奥さんがさ、水泳をやってると。シェイプアップというかね、あのためです。で、最後水泳行ったの。フィットネスクラブの。はいはいはい。プールに。プール。んで、まあ、いろいろ水着の写真とかさ、プールからこう出てくる写真とかさ、ばあまあ撮っててさ、じゃ水中カメラがあります、みたいな、なって。で、ちょっと、かさくん、フィンでね、すごい、潜るの、すごいから、水中から撮ってみよう。なんて、わかりました、つって。奥さんはこうやって普通にクロールでさ、泳ぐじゃない、水面を。その下の水中は私がこう、下からね、なるほど。そうそう、バシバシ取ってさ。うん。で、いいね、なって。うん。で、もうちょっと行ってみよう、つって、言って。奥さんがこの、平泳ぎしている真後ろの写真を、もう王道のエロ番組ですよ。そうさ、美人妻はどういう、本当の美人妻？本当の美人妻よ。ちゃんと旦那さんがいて。うん。複雑だろうね、旦那さん。いや、だからどう説得してんのかなっていうね。あうん、旦那さんはやっぱ現場にはいないようになってんだよ。子供連れて水族館行ってるとかさ。でもどう里水、もし自分の奥さんがイジリーさんと春日に平泳ぎしてるとこ後ろから写真撮られてて。ちょっとね、ねえ。またほら、言いにくいけど、うんまあ、タレントがタレントだしね、二人。失礼だろ、おい。逆に光栄でしょうよ。
いただかれたらさ。もう王道も王道よ。本当に。料理してて美人妻が。うん、で、あれっつって、春日がいないってなってさ。家の中で。で、探しに行ったら風呂に入ってるとかね。王道です。王道。で、背中流してもらうとかさ。まあやってさ。まあ、ひとしきりね、もう12時ぐらいです。もう誰一人弱音を吐かないロケが、12時間に終わってさ。うん、まあまあ、よかったです、みたいになってね。うん、で、なんか知んないけど、シュークリームとか振る舞われてさ。はいはいはい、みんなに。ああ、やっぱ。お疲れ様みたいな。それが、8月、第1回がいつだ ?8 月の5日か。うん、5日からオンエアをね。はいはい。されますんで、毎週水曜日。はい。22時半からの30分番組ですよ。うん、それがやりますんで。どこでやんだっけ、なんだっけな、 V パラダイスっていういや、 V パラダイスでジングルはないよ。オチだと思っちゃってんだから。オチじゃない。 V パラダイスをそれは失礼。まあ、いつだっけ、あ、再来週スペシャルウィーク、ほう、あ、スペシャルウィークのゲストが決定しました。うんうん、おすごいですよ。うん。いじり岡田さん。出ましたー。春日さんと、うん、プレステージのね、DVD で共演してます。うん、違います、違います。一応そのテレビ番組なんですけど。テレビ番組。その DVD じゃないですよ、そのね。ああ、そうです。うん、そこまで攻めてないのよ。一応放送できる、いじり春日の美人妻いただきますね。これ今ね、いじり岡田さん、岡田昇さん本名。うん、17歳の写真と50歳の写真があるんですけど、すごくない？ 17 歳の時の写真、50歳だね。逆だ。まあ、逆っていうのも、ちょっとあれだけど、確かにもう17の時点で50だね。すげえ。見た目が。あ、岡田さんな。再来週ギルガメッシュオールナイトニッポンってことで、ちょっといろいろ、教えてもらおうかなっていう感じでやろうかなと。いや、楽しみ。いう話になってるみたいですね。いや、いろいろね、うん、あるっぽいですよ。あ、そう。どうやら。うん。なんか俺なんかさ、やっぱちょっと、むっつりっぽく見えるから、うん、やっぱり惹かれちゃうのね。なんか水着ギャルとかに興奮してる感じでやると。なるほどね。そういうののなんか、教えてもらったりしたいよね。なあ、それぞれの人のキャラクターに合ったエロの出し方みたいなね。そう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 。うん。うん。あとギルガメの話も聞きたいしな。でも50歳なんだね、イジリーさんってね。うん。あ、そう。見えないよ。見えないね。うん。楽しみだよ。でね、私ちょっとライブのね。
こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ。よろしくお願いします。一つよしなき、まあ、スペシャルウィーク、そうなんすな、ですけどもね、楽しみだね、非常に。涼しいですよね。涼しいというかもう寒いですよ。あ、夜なんかはね、もう寒い寒い寒い、参っちゃった、ね、今週ぐらいから。はいはいはい、秋ですね。 あれでしたっけ、何ですか、いじりさんと、うん、まあ、今日はスペシャルウィークなのでいじりさん、うん、ゲスト来ていただきますけど、もちろんですよ。もうと撮り終わったんですか、団地妻しゃぶらせてもらって。全然違うな。いや、そんなにね、その生々しいタイトルじゃないのよ。もうちょっと柔らかポップな感じよ。ああ、はいはい、美人妻いじり春日の、まずそれがついてるからね。いじりさんは一人じゃないよね。いや、一人、いじり春日っていうピン芸人じゃないのよ。いじり岡田さん、はい、オードリー春日の美人妻いただきますと。うん、団地妻と、まあ、ほぼ同じみたいな内容なんだけど、同じみたいな意味だわ。いや、ですよね。もうちょっとマイルドな。今日だから、そのプレステージから差し入れ来てましたけど、ね。いや、違うのよ。プレステージ制作じゃないのよ。一応番組なんでね。テレビ放送なのよ。何かお菓子でしたっけ、うん、いや、違う。美人妻いただきますと。コンドームから。コンドームじゃなかった。いや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 。このサイズだったら結構な量のスキンが入ることになるぞ。1万個ぐらい。なんかローマ字で岡本って書いてあったから、そうだったから。極薄の。あれ岡本、岡本も出してるから。いや、違うぞ。え、レッドブルをね、はいはいはい、いただきましたよ、箱で。結構、何本ですか、結構多いね、あれね。24ぐらいか。ありがたいですよね。我々だけじゃ飲みきらない。あとで飲もうかな。いや、そうよ、冷えた状態でいただきました。ノッティビーであれでしたっけ。いや、ノッティビーじゃないよ。V パラよ。V パラでやってるじゃないですか。でそれはもう撮り終わった、うん、それが、全12回ですか、あ、を4本撮りを3回ちょっとね、素材欲しいのよ。あれね、若林さん見てほしい。大輔はもらってないんだけど、まだ素材欲しいわ。いやー、私もう見てもらいたいね。自分でも見た、あんま見ないんだけど。なんかさ、変にさ、うん、こうお前のさ、うん、の統領やってる番組あるじゃない。あ、大統領ね。あ、そう、大工の一番偉い人やってるんじゃないんだ。大統領だから、一国のプレジデントよ。あのフリースクールのやつ。いやいやいや、あの大学生、ね、フリースクールだっけ。いや、そう、フリースクールじゃないですよ。やりてえな、その番組。逆に全く違いすぎて、学生ヒーローズ、ね、学生ヒーローズ、学生応援バラエティとかは別に見てないんですよ。いや、見なさいよ。自分が出た回だけでもいいから見なさいよ。なんかが出てる、こういうなんか美人、そういうのを見たいと思うね、うん、相方のピンだとか。ああ、ぜひと見てもらいたい。だって俺の愛車遍歴の方が見たいだろ。正直そうだね、しくじり先生とかよりも愛車遍歴の方が見たいよね。自由にやってるから。分かる分かる分かる。それ春日どんな感じやってんの、美人妻いただきますわ。どんな感じ、まあ、あの服は、服はいつもの、あ、私服、ピンク、私服じゃないよ、あ、ピンクでやつ。急に私服なわけないじゃん。あ、そう、ピンクのベスト着てやってるんだけど、はいはい、そ、前も話したかもしれないけど、まず美人妻に会いに行く、はい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 、でその何、そのフェンスの向こうが、今オナニーって言った、今。いやいや、オナニーって言わない。スペシャル言わない、今オナニー言ってない、言ってないよ、そんな。チャレンジ、そうか、今日はできないの。言ってないよ。言ってないよ。言ってないよ。なんか言葉がつながってそう聞こえたかもしらんけど、言ってないですよ、サブリミナル的にさ。ごめん。このフェンスの向こう側からね、美人妻の子こう見て、想像して、そのアシスタントの方がこうね、安田圭さんとか、こう見に行ってくれて。今日安田圭さんと一緒だから聞けばよかったな。ああ、そう。そう、すっかりスペシャルウィークだったし、うん、聞けばよかったな。いやいや、4回分ね。あ、でも、うん、今日、安田圭さんが楽屋に挨拶いらしてくれて、その時に、うん、この間ありがとうございましたって言ってたのって、もしかしたらその美人妻のことなのかな。え、そのこの間っていうのは、その前だと安田圭さんとご一緒したのだいぶ前だから、何の番組のことかなと思ってたけど、もしかしたらこの間っていうことだから、あい、そうかもね、春日がね、うん、そうかもね、そういうふうに言ってくれたかも、ね、で俺はだってやっぱりいろんな仕事してる春日見てるけど、やっぱり俺の中で一番面白かったのは、うんうん、
ギャオで、お前がブリーフ一丁で、うん、あの、油まみれになって、あの、グラビアアイドルにどこまで近づけるかって企画。やってたなぁ。やってたなぁ。あれ何だったんだろう。知ってる？で、知らない？ギャオってインターネットテレビ、ね、俺ら仕事なんもなくて、のね、インターネットテレビでショーパブぐらいの時に、うんうん、こう壁があるの、スタジオに。壁にメジャーで何センチとか何メートルって書いてあって、グラビアアイドルが座ってんの。ね、で、春日が、ブリーフ一丁で油まみれになって、こう踊りながら春日が近づいてきて、もう近づかないでっていう時に札出したら何センチまで近づけたっていうのを。やってた、やってた。やってた。あの春日が俺の中で一番ピーク。春日が一番乗ってた時期はもうその26から7。結構じゃあ M1 とかよりも全然前だ。M1 の春日なんて全然面白くないな、これ。まあ、あれ、下り坂の時。いや、だからなんか最近ちょっとこう、尊敬されちゃってるでしょ、うん、ボディービルとか。あ、偉いね、とか、頑張ってるねとか言われる、ね。プールやってるじゃん。フィンスイミングね。プールやってる、それさ。それはなんかそのさ、習い事ねえんだからさ、子供は。スイミングみたいな意味だろ、それ。スイミング。じゃあ俺本当、こう、マジであのブリーフの数が一番面白い。うん、あれは、本当にすごい面白い。あの時でもまた自分としても、切れてたと思うよね。なんかもう、何、ここをつっついたら笑い起きるみたいな、全部がこう分かってた、みたいな、ある。いやで、春日ってね、やっぱり肩幅広いでしょ、うん。でね、足が短いのよ、春日って。だから、ブリーフ一丁がすっごい面白いんだよね。ああ、そういうのね。で、ピンクのベストとかでも全然だもんね。やっぱ肩幅、そのなんか、うん、ガンダムのさ、なんかさ、敵みたいな感じでさ、うんね、足短いから、うん、ブリーフ一丁がすごい映えるんだよね。ああ、やってた、今思い出した。で、今は体ちょっと綺麗になっちゃってるから、筋肉鍛えて、うん、あの時よりはあれだけど、やっぱあの頃のな、ね、感じがね。一番面白かったな、一番面白かったな。でそこまでは いかないけど、うん、それって、と同じような匂いはするよ。いや、そうなんだ。だから、俺、これ、あの、春日って今、好感度すごい上がってるんですって、うん、なんかいろんな調査で、うん。かなり上位なんですって。ありがたい、ね。で、俺が結構、あの、うん、ランクダウン結構続けてるみたいで、毎年。年々。昔すっごい好感度高かったらしいの、うん、俺って。お5年ぐらい前まで。そ、う、し、ん、今、なんか順調に落ちてきて。なるほどね。うん、気づき出したってことね、世間がね。世間ようやくね。俺の少年の鎖具合に気づき始めて。あ、いいですね。カズラさん今ほら、うん、海外ロケ頑張って筋トレ、うんうんうん、で、世界のね、うんうん、マスターズ、ね、うん、ここへ来て、やっぱり美人妻やるっていうのが一番いいんですよ。いやー、これ見てほしいね。やったもうなんだったら俺ね、うん、AV 出た方がいいと思う。いや、それは違うじゃん。それは違うじゃん。それパラちゃんじゃねえんだからさ。願望ない。中川パラダイスじゃねえんだから。ここへ来てなんだよね。うん、デビューっつって。じゃあ、あんまなんかデビューっていう感じじゃない方がいいんだけどね。オーマルリーノみたいな。パケ、オーの、それもそうか、オーの系が。で、なんか、そういうなんか、大々的にっていうよりは、ジャケットの裏見たら、カスガじゃないぐらいがいいんだけど。なんだったら、その、シルザニーの一人みたいな。いや、それはさすがによ。あ、そう。いや、でも、たの、面白いよ。ちょっと美人妻は素材いただいて。ちょっとぜひとも。だって、普通に私、家で見せても笑っちゃうもん。普通に笑っちゃった。あ、そう。ぐらい。うん、なるほど。もう、いいよね。エロに向かって、やっぱおじさんがさ、真剣にさ、なってるっていうのが、非常にいいですよ。はいはいはい、なんか、うん、ワンポイントコーナーで出たいもんね、うん、俺。ああ、でもだからもし次あるとしたら、うん、ある、まあ全然出れる、あの、隙間というのがあると思うんですよ。うん。それはそのね、その、まあ、言ったら二部構成みたいになってさ、うん、美人妻と、うんうんうん、その後、うん、撮影会をね、うん、心を裸にするって言って、うん、二人でもう高いもの撮らしたりとかしながらさ、バンバン下から撮ったりとかするわけよ。それが、その、イジーリーとね、うん、勝山騎士っていう、なんかキャラでやるから、写真家の誰かみたいので、次ね。で、もっと扱い雑な方がいいのよ。うん、だからその写真スタジオの、うん、なんか掃除の人みたいな感じで、うん、毎回撮影を覗きに来ちゃうんだけど、うん、春日に追っ払われるみたいな。
ぐらいでちょっと出たい。おじさんちょっと入ってるよみたいな。入っちゃって、入ってきちゃってんじゃないか、おじさん。ドキドキさんよ、撮ってんだから今つって。全然やるね。ギンギンにもう立っちゃっててさ。俺が。ぐらいの感じ、ね。ああ、いいですね。もし、その、第2シーズンがあるならね。はいはいはい。もう取り終わっちゃったからね、全12回。それなんか、もう最初からファーストシーズンとか言ってんの、うん、言ってないでしょ。別に言ってないけど。でも、評判はね、うん、すこぶる悪いんですよ。いや、その聞き方はないじゃない。なんで悪い決まりで聞いてくんのよ。叩かれに叩かれてる。いや、そんなことはない。こっから、はい、とりあえずその V パラさんで、オンエアして、はいろ、はいろと広がっていけばいいな、みたいな感じらしいよ。はいはい、で、やっぱスタッフさんは他の、うん、スタッフさん、あの他の番組で会ったりしたことある人たち？他の番組で会ったことあったり、あるのかな、うん、あるね。あると思うよ。なんかこんなこと言っちゃあれだけど、うん、V パラだから、うん、ロケバスの運転手さんとか全部タトゥーとかすごい入ってたり。いやいやいや、偏見がすごいな。いや、そんなの普通、まあ、普通のというかね。ああ、本当ですか。普通のロケバスのおじさんよ。ええー。スタッフさんはみんな普通の。みんななんか、うん、すねにタトゥーとかいっぱい入ってるとか、すぐ、ふくらはぎのところ日焼けして。ってわけじゃなくて。いや、じゃないじゃないじゃん。普通の。あ、そう。うん、和やかな。その、4本目のロケバスぐらいの時にみんなにシュークリーム配られたりするぐらいね。アットホームな。誰か買ってきてくれて。でも、ビーンズマンに会ったら、うん、やっぱ真剣やっぱ、ね。真剣、真剣、真剣。バンバンやって。なるほどね、うん。ぜひとも見ていただきたいですね、若林さんにも。なるほどね。で、結構、その、エロ、目線で見ても楽しめる。うん、エロ、だから、そんなに、その、エロ全開じゃないよ。あ、それこそギルガメほどエロくはない。あ、うん、けど、だから、ちょっとこのテンションを上げる助走みたいな感じで見てもらえば。あ、だから、そのね、その、AV を借りてきて、うん、その前に見て、気持ちを高めるみたいな。へぇ。にはちょうどいい。ちょうどいいかもね。へぇ。うん。それだけで。ああいうさ、美人妻をさ、いただくことってあんのかな、この先の人生で。お前なんか昔からよく、高1ぐらい、中3ぐらいからか。言ってたね。ずっと言ってるよな、言ってる言ってる。あの、団地で。団地じゃない、違う違う。歩いてたら。住宅街を昼下がりに一人で歩いてたら、立ってみたら、そのね、うん、庭付きのその一軒家みたいなところから、窓がちょっと開いてて、美人妻がこう手招き。なんだと思って、わーって行ったら、こうずっと手招きして、そのままいただかれるっていうね、私が。もうほんとこれ、高一からもう、うん、理想、一番。200回ぐらい行ってる、今日で。もう俺のあの伊藤慎のメガネのフレームを尻に入れて、まあ今ちょっと初めて話すけど。いやいやいや、それもいただいてるよ、それ。うん。うん。まあ、スペシャルウィークだから絶対話さなきゃいけないな。毎分がすぐ上がるから、この話する。あ、もう好きなんだ、この話、みんな。リスナーが。いや、そんなことある。メガネのフレーム見てんだろうかな、そこの毎分系のグラフが。えらいもんで。こうなるから。あ、じゃあ話しといた方がいいね。でね、こないだね、うん、ばったり葛西に会って、おうおうおう、お茶したのよ。あ、そう。だ、葛西ってね、うん、俺ら中高一緒のね、ラグビー部のスクラムハーフなんだけど、うん、子供ね、うん、中1だって。はぁ。で、子供中1で、あ、でもすごい春日のこと聞いてくるんだって。春日と若林と学校一緒だったから、春日って普段もああいう喋り方なのとか、うんうん、で、若林のことしか俺は分かんないから、つってて。で、あ、仲良かったの俺、とかってそんな話してて、うん。でもやっぱ高校の友達に会うとみんなに言われるけど、うん、お前なんか人見知りとか、なんか女の子苦手とか嘘ばっかやってんな、テレビでってみんなに言われるね。まあまあそうだな。そうなるんだね、ああいうのって。うん、そうなるわな。いや、でもなんか中1だってね、子供。うん、まあおかしい、まあそうか、そうだよね、全然。23ぐらいの時に子供産んでそうだもんな。全然あるよ、だって本当にさ、うん、
前も話したかもしれないけど、地元のね、うん、小学校とかロケ行った時に、うん、普通に小6ぐらいのこと絡んでてさ、うん、あれの、息子なんだけど、みたいな。私の同級生の。ああ。つって言って。そうか、そうだもんな。うん。それ、ほんと、なんだろう、その、コントで、ラッパーの格好とかしてられないだろうな、中1に子供いたら。どうなんだろうな。いや、それはね、うん。本格シーさんが登場なんですけど、うん。ブースの中からということですけど、ちょっといらっしゃらなくてですね、ちょっと離れたとこからやりたいと、うん、ちょっと呼びかけてみましょう。うん、いじりさん、どうもこんばんは、いじり岡田でございます。ちょっと今、鏡をね、挟んで、ちょっとブースの方にいらっしゃるんですけども、そちらからやりたい。そうですね、こちらからスタートしたいという。スタートしたい。はい、できれば入ってきていただきたいんですけど。こっちにブースに座っていただいて、いやいやいや、入ってきてもらいたいんですけど。じゃあ、ここでですね、ちょっと、スタッフに頼んであるものがあるんで、頼んである。ちょっと持ってきてちょうだい。持ってきてもらう。持ってくる。はいはい。はい。さあ、もう、制度さんの動きが。ありがとうございます。50歳が、うん、あ、素早い動きだ。私の目の前に茶色系の、女性用のバッグが届きました。女性用のバッグ。やはり私が来たからにはですね、いくらラジオだと言っても、舐めなきゃいけないそれは、バイトの、しおりんの。か、女性二人いますけど、どちらのですか？誰のバッグなの？あ、しおりんのバッグ。あ、しおりんっていうの？女子大生なんですよ。そうですバイトの。あ、バイト、あ、はい。うちの番組の。素人舐めるの初めてだね。言い方が素人舐めるのちょっとね。本人よね。本人舐めるわけじゃないですからね。しおりんはそこから、一本も、こっち来ちゃダメだからね。ちょっと嫌がってますね。しおりん、しおりんいくつなの?20歳。20歳？あ、20歳いいね。20歳いいですか。セーフだね。あ、セーフ、セーフですか。まあまあ、そうですか。じゃあ、しおりん、じゃあ、俺の横に来れば、ちょっと横に行っても来れば。俺、よく見やすいところに来た方がいい。横に来る。夏休み、まだ。はい。おうか、おうか。じゃあ、しおりん、こんなことはめったに経験できないからね。じゃあ、しおりん、じゃあ今からしおりんのカバン開けるよ。ええ。じゃあ、これはね、いつも使ってるの？はい。これ、しおりんの声聞こえてんの？聞こえてます、はい。世間に？あ、聞こえてますよ。もちろんですよ。じゃあ、開けるよ。はい。はい。あ、開けたよ。トーンが変わりましたね。しおりん、可愛らしい。なんだろう。なんだ、ペットボトルとかいろんな、あれ？しおりん、これは何？これは何？ピンクのこれ何？鏡、これでしおりんはいつも、どこ見てんの？え？どこ見てんの？メイクするときに顔見てんの？ちょっと開けていい？あら、しおりん鏡が出たよ。鏡普通の鏡でしょ。しおりんこれ二十歳の女性にしてちょっとダメだな。あ、え？鏡がこれ汚れてんな。めちゃくちゃ指紋、これしおりんの指紋？これこういうのダメだよ。これ身だしなみ大事だから。ちょっとおじさんが掃除してあげる。おじさんの口元見てごらん、出るから、ほら。出るよ、ほら、出た。出たよ、出たよ、出たよ。ああ、ダメました。やめてるよ、今。すごくな、しおりの鏡、すごいしょっぱいよ。なんだ、じゃあこれを、おじさんが鏡蓋するか。入れちゃおう、また。閉めちゃった、入れちゃおう。がっつり舐めましたね。舐めた後閉めたよ。しおりん、この巾着袋何？がっつり舐めましたね、鏡を。巾着袋、これポーチ？あれ？それ何ですか？大丈夫ですか？何が入ってるんだ？ちょっと何ですか？これ後回しにしよう。後回し、なんだ気になるな。イジーさん、ポーチはね、ちょっと。あ、しおりん、これは、このクマさんは何？はい。これは何がついてんの？鍵。ちょっと音聞こえるかな？あ、しおりん、鏡にちょっとちっちゃい鏡ついてるね。これもちょっと、汚れてから舐めとくかね。舐めるときは普通に舐めるんだよ。これ鍵は、カバンに。ゆっくり。ゆっくりゆっくりなんですね。あ、しおりん、これは可愛らしい。これ何？気をつけてください、いじりさん。それは。ポーチ？ポーチはイジリさんやめましょうか。え、大丈夫？いや、イジリさん、ポーチはほら。ポーチいっぱいあるな。だってこれ、あ、
筆箱だから。筆箱だ。ああ、よかったです。これ何ペンいっぱい入ってるね。いつも何大学で使ってんのこれ、これシャーペンいつもこうやって、しおりの指で握ってるんだ。いや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 。大丈夫ですか、ね、ちょっと芯出していい、はい、芯出していい芯出す。芯の音聞こえるかな芯の音はああ芯どうすんだこれちょっと芯太いな。芯がこれちょっと舐めといた方がいいかもしれない。これはあのペロ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 っていうよりもちょっとあの鉛いくよ、処理の処理のシャーペンの芯舐める。いや優しく舐めてるよ今。優しく舐めといて舐めた芯をもう一回戻すよ。夏休み明けはいつかな。なんだこれ。10月1日に思い出したからねこれ。10月1日にちょっと臭いなと思ったらそれはイジリオカダの唾液だと思う。絶対臭くなるでしょあれ。もう入れちゃったから。まずい。ドーン。T シャツにチンコって書いてあるの大事だ。これは違うんですあの本当だ。T シャツはこれはチンコじゃないんです。チンコでドリンコって書いてある、ね。でチンコを飲む、チンコを飲むって意味じゃないよこれは。すげえ T シャツ着てるな。すごい T シャツ。これを気づいたのはあのもう一人いるんですよ。あのエグザイルのケンチ君が気づきました。イジリさんすごい T シャツ着てますね。あじゃあ。あれ何ですかそれは。ポーチから、しおちゃん、これは何リップ。えリップリップちょっと。いや、それは、だって、直接ね、口に使うものですから。今日も塗ったの塗ります。ちょっと開けるよ。ちょっとポコッと開けるよ。それはまずい。あ、開いた。音を聞かすんだよ。何しおり、これはね、普通のリップじゃなくて色付きなの、はい、これはもう、いや、それはダメでしょ。しおり、あ、しおり。歯型がついてる。歯型がついてるね、これ。何これこれ、勝利見てごらん。歯型でしょ。言ってごらん。これ歯型ですって。これ歯型ですって言ってごらん。歯型です。そうだよね。しっかり歯型がついてるやつを、じゃあ、勝利、じゃあこれ、あの、形を整えてあげるから、今からね。じゃあ最後だよ。これ、勝利、もう見納めだからね。いくよ。もう最悪だ、あれ。長い長いな。え、もう足立ったタバコみたいな。タバコ吸うみたいに吹かしてみたけど、俺一回もタバコ吸ったことないからわかんない。あ、結構形整ったから入れとくからね。あ、テッカテカだね、もうリップがテッカテカだ。はい、じゃあ戻すね、しおりん。はい、ということでしおりんこれからね、ちゃんと女性としての身だしなみできたから、全部鏡とか綺麗になったから、明日からまた、日々頑張ってください。もう、はい、どういうまとめなんですか。ものすごい嫌悪感でしないで。そうだね。大したもんだな。すごいな。なるほどね。ああやるのか。そう、改めてですね、はい、本日のゲスト、いじり岡田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと口がまだですね、リップの味が。いや、結構長い時間行きましたもんね。見させてもらうと、やっぱり鏡、うん、僕ら見てた時が中学生、高校生だったんで、やっぱ鏡がちょっと汚れてるとか、うん、そういうことがあって、理由があっての、舐める方とか、歯型がついてるとか。今日は初めてだった歯型っていうの今までなかったから。あ、今までなかったですか。ちょっと女子大生のリアルな歯型が。いや、なんか、そうですよ。やっぱ、僕らで、ただ、例えばペットボトル飲んじゃうとか、やっちゃいがちなんですよ。やっちゃいがちでしょ。無茶しよう、無茶しようと思いすぎちゃって。でも理由が、なんかそう、ストロークがあるんですね。そう、ペットボトルも、はい、例えばこの番組、提供で、ドリンク入ってるなと思ったら、はい、商品名を手で隠しますね。オンエアし、オンエアしたいがために。なるほど。なるほど。もう両手で塞いで、名前のとこを隠したりと。オンエアできなくなっちゃうともったいないから。で、やっぱ鏡もいきなり舐めたら何の理由もなく、そのちょっとやっぱしおりも怒ってたと思うんですよ。ただやっぱどうしても曇ってるから、そんな舐めて綺麗にしなきゃいけないですもんね。すごい、指紋すごかったんですよ。あとなんか違う、なんか変な液が飛んでるのかな。変な液。ボツボツっていう水分もあったんで、水滴かな。それだから優しさってことですもんね。そうそう。やる気にはならない。やる気にはならない。やる気にはならないって本当かな。いや、俺そうかなと思っちゃった、今。いや、なるほど。すぐに今謝ったもん。いや、俺ちょっと、いじりさんと春日がロケさせてもらって聞いてたんですけど、いや、すごい興味あるのが、初めは、そういうエロ方面とか、下ネタ方面じゃなかった。そうです。いや、俺、デビューってちなみにお笑い芸人として何歳の時？ 22 歳ですね。22歳の時だったんですか？ 22 歳。それは学生だったんですか、それまで。うん。あ、じゃなくて。まず、
高校生の時に、はい、お笑いをやりたいと思ったんだけど、はい、で周りに仲間がいて、はい、同じ部活の放送部というところに、はい、同じ仲間がいて、みんな、はいはい、高校1年2年の時は、みんな、じゃドリフターズ的な感じで5、6人でやっていこうってみんな言ってたんだけど、だけど、高3になった時にみんな、はい、大学行くとか、はい就職するってなって、俺一人になっちゃったんですよ。へぇー。で、こう、どうやってお笑い入っていいかって、今みたいに学校もないし、うんはいはい、東京にそのお笑いの学校もないから。はい、そうですよね。で、諦めて。はい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 。あ、それで諦めたんですか、ね、諦めて。で、もこの業界が好きだったから、はい、で、うちの高校って、はい、放送部つってもスタジオがあって、テレビカメラもあって、はい、体育祭俺、ハンディカメラで撮ったりしてたんですよ。え、高校の時ですか大学高校の時設備がすごい。そう、浦和実業っていう。あ、浦和だったんですね。はい、あ、じゃあ埼玉県出身。そう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 。加藤さんと一緒なんだ、それ。そうだ。そうですね。そこで、じゃあ、技術行こうと思って、東邦学園っていう技術の学校で。東邦学園、じゃあうちのマネージャーの先輩ってことなんだ、東邦学園。あ、よろしくお願いします。あ、そうだ、技術ってカメラさんですか？そうそうそう。だ技術の学校に行って、で、テレビ東京さんがまだ東京タワーのふもとにあった頃にはカメラアシスタントのバイトしてたんですよ。チェッカーズさんが、デビューした頃。カメアシやってたんですか？カメアシやってて。平行動も。そうそうそう。そう学生時代。18か19の頃に、チェッカーさんがデビューして2曲目でなんかこうバッと売れた時とか、はあはあはあ、そうですね、渋垣隊さん、明菜さんとかね。そうですね。それで、22でピン芸人ですか？違う。コンビですか？コンビ。あ、コンビだったんですか？二十歳で就職しないで、専門学校で就職しないで、はいはいはい、でオーディションを受けまくって。あ、高校、相方さんはどういった？同級生の、高校の同級生、親友を選んで、で、入って、ホリプロ第1号の、お笑い。はあ、俺と相方が言ったキッドカットっていうコンビだったんですけど、その、誰もいなかった。キッドカットがホリプロの第一号なんですか？そうです。キッドカットが。はい、俺が。へぇ漫才ですか？コント。コント。コントも、まあ最初の時は一週に一本新ネタ作ってこいみたいな感じだった。誰もいなかったから。じゃあもうコントもやって、漫才も、全然誰も先生もいないし、マネージャーさんが見て、じゃあまた来週な、つって。だから、俺以外誰もいなかったんですよ。その2年後にサマーズが、バカルディが来てとか。その2年後なんですね。じゃあ、ホリプロのお笑いは、イジリさんから始まったそうです、ね。いや、そうですよね。今ね。そうなんですよ。じゃあ、サマーズさんも、の先輩ってことになりますね。そう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 。へぇー。そうなんですよ。そうそうそう。それで、今の、キャラクターというか、になってくいきさつってどんな感じだったんですか？まず、コンビで、やってて、で、まあ、本邪魔かさんとか、あとは、まあ、なんだろう、接待って知ってます？接待？ SET の、三宅さんのところの、はい。相棒の寺脇さん。寺脇さんと岸谷五郎さん、あともう一人いて、三人組の、聞いたことある。コントだやってて。いや、それなんか岸谷さんが、がっつりお笑いのコントやってたの聞いたことある。ちょうど同期で。へー。そこら辺で僕らコンビも、はい、こう、木曜スペシャルって日テレの番組で、はい、3、40組若手が出てコントやって優勝したりとか。僕はキッドカットが優勝した。あと、夕焼けにゃんにゃんの後番組で、ヒロミさん B20 スペシャルさんが司会やってた、夕方の5時の枠があったんですよ。パラダイス55っていう。はい、その番組で5週勝ち抜き初代チャンピオンになって。じゃあ、がっつり実力派のネタ芸人じゃないですか。そう、ネタ芸人だったんだけど、相方が仕事に9割遅刻するんですよ。はぁ。9割って言ったら、すごいっすね。そうですね。だから、先に来る僕が全部謝るじゃないですか。そうそう。まもなく来ます。どのぐらいのレベルの遅刻なんですか？まず、この日本放送さんで最初、はい、キッドカット、レギュラーもらったんです。キッドカット、はい、それはラジオ。鶴光さんの、オールナイトの。噂のゴールデンアワーっていう、夕方の4時からやってた。夕方の4時で、夕方の4時入りなのに、中継だ、中継5時から。夕方の4時で、寝坊してまだ大宮にいるっていうんですよ。うわ夕方の、朝寝坊するのはわかるけど、はい。いや、それだってこれからゴンと出てくる時に、日本放送で遅刻ってなかなかですよね。生ですもんね。そう。それ2回やって。はい、でもディレクターさん、中継のディレクターさんいい方で、はいはいはい。
相方さんが着てる風に放送しましょうって言ってくれたんですよ。例えば今新橋で中継してるけど、鶴子師匠にも言わずに、スタッフも、こちらのスタジオのスタッフにも言わずに、もしかしたら間に合うかもしれないから、ギリギリまで引っ張りましょうって言ってくれたけど、でも鶴子さんは今日一人しか声聞こえないなって言われて、さすがそれバレますね。バレて。イジーさんはボケですか、ツッコミですか。ボケやりたくて。ボケやってたんですか、その時。ボケやりたくて、ツッコんでほしくて。はいはいはい。でも、フリートークはボケもツッコミ両方やってたんで、あ、定まらなかったですね。じゃあ、ツッコミの方が遅刻してる感じだったんですね。そうなんですね。じゃあ、そっか、いろいろ回したりするのが難しいですよね。そうなんですよね。ツッコミ人いないと。たまにいますよね、遅刻しちゃうって人。うん。いるの。いって、それでなんか仕事減っちゃう人とか聞きますよね、うん、たまに。それで、首です、すぐに。で、イジギさん、でも、結構怒ったんじゃないですか、いろんな現場で遅刻するから。それが、親友だったし、で、無理やりサラリーマンだったのを引っ張ったんですよ。ああ、なるほど。そうすると僕は言えないですよね。ね、人生を変えてしまってるから、うんうんうん、そうなんですね。ごめんねって感じ、やってもらっちゃってたから、でもなんか言えなくて、行ったら友達も終わっちゃうし、相方も年も終わっちゃうと思ってたから。めっちゃいい人っすね。いやいやいや。俺、カスラが CS 富士遅刻した時、駐輪場でボコボコにしましたけど。そうですね。本当に？そうですね。最近が見えてきたっていうぐらいしんどかった時期、リーダーにお世話になって、あ、そうそう、で、爆笑問題さんとかと一緒に立ってた。立ってたんですよ。ってぐらいの時期。時期時期。雲南さんとかもいました。雲南さんが、もう売れて、あ、売れた。雲南さんはもう忙しくて、ネタはできないけど、最後のラマも終わったら、そこでちょっとした、はいはい、食事打ち上げみたいなあって、そこに間に合ったら来ますよって。へー。で、最初に僕ら出た時に、あれ、一本ネタとコーラスラインって、あ、まあ、当時からそうだったんですね。一本ネタちゃんとがっつりネタできて、コーラスラインっていうのはお客さんが、はいね、お客さんが、札上げですよね。ネタが。つまんないって言ったら5人上げたら終わっちゃうみたいな。当時から一緒だったんですね。で、僕らは最初一本ネタ出れて、それで、内村さんいらっしゃってて、それで、いつもリーダーから渡すのか分かんないですけど、今日のギャラだって言って、封筒に入ってるんですよ。はいはい。それで、内村さんが、じゃあ、キッドカットって誰って言って、はいはい、あ、僕らです。あ、君らはキッドカットなんだねって言って、封筒に入ったお金を開けて、200円入ってたんですね。はいはいはい、はい。200円だ。はい。すげえと思ったんですね。はい。俺らが何もないこのレポート用紙に、書いたものがお金になったっていう嬉しさで、相方と100円ずつ分けて、はい、100円になったっていう喜びをラママで知ったんですよね。でもこれ多分、イジリーさんのなんかイメージで、俺らも不勉強で申し訳ないですけど、そのネタでテレビで優勝したり、ゴリゴリラママとかで笑い取ってたって、やっぱ知らない芸人も多いし、世間は、俺らぐらいの世代でもしあんまり知らないかもしれないですよ。いやいやいや、ギリギリ、ナインティナインさんがね、はい、オールナイトかなんかで、はい、かなんかで、はい、僕、タクシーっていうネタやってたんですよ。はいはいはい、タクシーっていうネタで僕は運転手で、はい、で、横浜行ってくださいって言うとちょっとボケたりとかして、はいはい、で、ウルトラクイズみたいにするっていう、ウルトラクイズに答えないとダメだみたいなのがあって、はい、問題ジャカジャって言うんですけど、はい、問題ドゥルルっていう風にやってた、ドゥルルってやってたんですよ、はいはいはい。そしたら岡村さんが最初、会った時、はい、あ、ドゥルルの方ですよねって言ってくれたのが、ネタをやってるって知ってくれたのがすごい嬉しくて、で、なんかオールナイトかなんかでドゥルルドゥルルって言ってくれたんですよ。ネタをやってることを知ってくれてる、この、若手が出てきたと思って嬉しかったっていう。すごく覚えてて。それで、それで、で、相方さんが遅刻で、うん、で、相方さんは辞めるんですか？そうですね。事務所から、まあ、ちょっと、まあ、ダメだみたいな感じになって。で、まあ、ピンになるんですか？そうですね。ピンになって、で、ホリプロライブって毎月やってたんですけど、今までコンビでやってたのに、その月のライブはお前一人でピン、ネタだっていう。急にその、ネタをピンでっていう。はい。で、まあ出なきゃいけないし、作ってたんですけど。
で、方向性どうしようかなっていうの、それが26ぐらいなんですよ。あ、26の時なんですね、はいはい。で、ギルガメシュナイトに出会うのが27なんですよね。ああ、1年。1年。1年後には。1年後に出会うんですけど。その1年が不思議な。はい、その間はどういう風な。1年は岡田昇という普通の本名でですね。岡田昇だったんですよ。イジリーじゃないですね。まだイジリーさんじゃないんですよ。ないんですよ。岡田昇で。ピンで。ピンで。まあ、他局ですけど、ラジオ。他局の話していいんですか？大丈夫です。はい。吉田テレビさんのやる気満々っていう番組で、中継コーナーを担当したんですよ。へ、はいはい、それで1本レギュラーいただいてたんで、それで繋いでいた。ネタもやりつつ、ピンで。ピンでね、そうです。毎回ライブ出なきゃいけないんで、やりつつ。それで、ある、はい、うちの当時のマネージャーさんが、はい、岡田は、はいゴールデン行く前に、深夜で一回練習させて、何度か場数を踏ませてから行くから、深夜の番組、どんな番組もいいから、俺は走り回って、歩き回って、見つけてくるよって。ことだったんですよ。ちなみにピンの時はどんなネタやつか漫談ですかコント。あ、コント、一人コントやつなんですね。はいはい、で、その時は別に、ちょっと、セクシーな感じの路線じゃないんですよね。もう萩本欽一さんが僕好きでこの世界入ってきてるから。はいはいはい。もう一切下ネタ。下ネタ一番やんないですもんね。一番やんないですよ。僕は一番下ネタやらないし。正統派の。あ、じゃコントの時もそうだし、ピンの時も。もちろんもちろん。入れなかったんですね。一言も言わなかったです。それで、マネージャーさんが、その27歳になった9月ぐらいに、電話が留守電に入ってて、テレビ東京さんの深夜一本決まりましたと、おめでとうございますっていう留守電が入ったんですよ。はいはいはい、で、それがギルガメッシュなんです。どうなっていくんだ。でそれです。面白い。あれ入っちゃうね。いやCM ですね。CM 今行きますけど、この後じゃあちょっと。わかりました。はい。オールナイトニッポン。ギルガメッシュ。いや、今、ちょっと話、言っていいですか？いいですよ。その、下ネタ、はい、お好きじゃない。そうですね。ですね。どっちかっていうと嫌いです。それも今でもですか？これ爆弾発言です、ね。だってコントにも、ピンのネタにも、下全然入れなかったんですよ、ね。入れないですよね。で、若手に対して、いつも言ってたのが、若手が後輩に対して、裸で笑いを取るやつは卑怯だからなって言ってたの。あら、春日さん。あれめちゃめちゃ裸、あれ9割裸だもんね、今まで撮ってきた笑い、ね。いかに早く脱げるかって練習してますよね、今は。今は、別に怒らないから。今は大丈夫ですか？今、怒ってた俺が毎週裸だったから、ね。その後輩からしてみたらもうわけわかんないですよね。わけわかんない。岡田さん毎週裸じゃないか。ギルガメで俺ら今日のオープニング聞いてて不快だったんじゃないですか？全然そんなことない。いや、今は、本当に、50も過ぎたんで、緩やかになってきました。で、イチリさんでも、なんか、下ネタ言う人の目つきじゃないっすもんね。いや、で、それで、萩本さんに憧れて。そう、萩本さん憧れて。で、それでネタに多分それで優勝、テレビで優勝なんて、それはすごい自信になるし、俺ネタ、強いなって思うじゃないですか。若手20代だし。思う。で、それで、ラママとか出て、で、ピンになっても、受けた記憶があるから、ネタでいけるよっても、下ネタあんま好きじゃないわけじゃないですか。で、ギルガメが来るんですよ。来るの。そのマネージャーさんが見つけてきたピンとしてどうしようっていう時に、初めてピンで、こう、テレビのレギュラーだから、で、マネージャーさんが、失礼な話ですけど、テレビ東京さんの深夜なんで、3ヶ月で終わると思いますって言われたんですね。なるほど、なるほど。失礼ですよ、この後、テレビ東京さんの方が、ね。佐久間さん来ますけど。そういう当時ね、23年ぐらい前ですよ。で、3ヶ月お前頑張れよって、必死に頑張れよって言って、1回目行ったんですよ。で、皆さんが知ってるギルガメッシュナイツってエロい番組じゃないですか。はい、最初は、はい、東京のデートスポットはどこだ、ヘリコプターでデートできるよとか、はい、演劇を、真面目な演劇をスタジオね、ちゃんとセット作ってやったりとかっていう番組で、はい、いじり岡田のコーナーだけ、AV 女優さんのオタク訪問だったんです。急ですね。急だな、うん、急発進なんだよね。すごい急にフルアクセルで行くんですね。だから CM 明け、あれ、はい、視聴者の人はチャンネル変えちゃったのかなと思うぐらいな、さっきまで、ね、演劇やってんのに、AV 女優、オタク訪問っていう。それが、
で一生懸命やんなきゃいけないから。はい、そりゃそうですね。若手だから、しのごの言えないし。で、これを一生懸命やんなきゃいけないんだけど、春日くんに話して、春日くんもこのね、はい、はい、オードリーのオールナイトニッポンで話してくれたけど、はいはい、やっぱ最初に AV 女優さんのお宅訪問行った時に、はいはい、飯島愛ちゃんを発掘した後藤恵理子さんっていう伝説の AV 女優さんがいるんですけど、はいはいはい、その方のお宅に行ったんですよ。はい、本当の家に行くんですよ。はいはい、マジの。あんまり考えられないですけど。今あんまないですね、うんうん、そんな。で、行って、はい、で、こう、タンスがあって、で、開けるじゃないですか。はい、で、俺、萩本欽一さんが好きで入ってきたのに、そうですよね。これを開けることがまず、はい、まず辛いじゃないですか。はい、で、一応開けますね。はい、あ、はい、パンティーですね、っていう。まあ、本当そうでしょう、ね、心を絞ってパンティーですね、って言っちゃうね。敬語でね。はい、で、閉めちゃうから、はい、で、一回、止めようって言われて、デーカーさん。はいはいはい、ちょっとな、何やってんのって言われて、うわー怖い怖いな、いや気持ちいい、それパンティーまず持って、はい、カメラに見せるでしょって、持っちゃいけないと思うじゃないですか、女性のパンティーなんか。うわー、そうですね、うん、はい、それでさ、家具とかしないととか言われて、うわすげえダメだ、なんで鏡なんだよって。その時はまだ名前岡田昇ですか？もういじり岡田なんです。あ、もうなってるんですね。実はギルガメが始まる2ヶ月前に、はい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 、襲名披露があって、はいはいはい、金屏風の前に、はい、榊原郁恵さんと吉村明宏さんに挟まれて、はい、いじり岡田に改名っていうちっちゃい記事が出たんです。それはギルガメ用じゃないですもんね。ギルガメじゃないの。で、俺らはやっぱギルガメで、うん、アイブの意味のいじりじゃないと思ってたんですよ。それが客いじりがうまいねっていうことで付けられた、うんうんうん、お客さんをいじることで埋設が長かったんで。なるほど。そうっすよね。その金屏風の前やってる時はギルガメが決まるなんて全然決まってない時だったから、その2ヶ月後にもういじり。でもよりによってなんか運命めいてますよね、うん、それでいじり岡田っていう芸名って。多分岡田昇じゃあパッとしないし、あ、多分いじり先行だったんですね。なんでいじりなんだ、この人の名前いじりなんだろう。それって、ね、その AV 女優の引き出しを開けてパンツを開く、はい、パンツを見せる仕事って、うん、いや俺は違うんだ、萩本さんみたいに人をいじって笑い取りたいんだ、うんうん、でも、3ヶ月だけやって、腕磨いてっていう気持ちです。じゃあ、心はちょっとしんどいっすよね。しんどい。すごくしんどい。すごくしんどいっすよね。すごくしんどいし、両親にも、レギュラー決まったって、一応言ったけど、これは見せれないと思うじゃない。そうですよね。でも、両親は、息子が初めて決めたギルガメ、ね、レギュラーだから、土曜の夜遅い1時15分から、まさに今の日、はい、この時間ですよね。ね、2時15分までなんで、はい、録画して、はい、日曜のお昼に見てくれたんですよ。日曜のお昼に毎週全部見てくれてたんですよ。登るの、登るの、登るの、エロいことを、エロいことを。ただ弟だけは、いや、これはいい話。いや、これはわかる。いや、俺らも仕事全然ないから、うん、そのエロい、チャンネルので、春日と街歩いて女の子に声かけて、直にブーツ脱いでもらって足の匂いを二人で嗅いで、うん、それをソムリエになってて、俺らが。それを何年ものの匂いですって言って、で、それで足を上げるときにできればパンツが見えるぐらいの際どいショットを撮っていくっていうのを着て、で、俺それやりたくないって初めて事務所に行ったら、道玄坂の上のデニーズに呼ばれて、もうションペンちびるほどキレられたことあるんですよ。どの面下げて仕事断ってんだって。二人で叱られてる。だからそうなんですよ。じゃ俺だけですよ、呼ばれたの。はい。じゃさ、その気持ち、わかるなっていうか、こんなことしてまで、っていう気持ちは、生意気ですよね、今考えたら。今だったらやっちゃうけど、で、まあ、イジーさんはね、うん、そういう、性格じゃないからやるってなって、うん、気持ちをなんとかってことですよね。うん、そうだね。ここで3ヶ月間マネージャーさんが取ってくれた仕事を、ですよね。やらないとっていう。駆けずり回って、うん、そうそう、マネージャーさんが取ってくれたんですもんね、うん。誰だか知らないのに多分、はあ、仕事も取ってくれた、その曲側もね、はあ。いや、それはね、はあ、すごく葛藤がありましたよ。へー、だって腕があると思ってますもんね、その時、正直、うん、あのネタ芸人これじゃないなって、これじゃないんですね、これじゃないなっていうのがあって、じゃあパンツ開く時も手は重かったですよね。重かったし、うん、あと下の引き出し引いたら俺27の時なんです、ギルガメって、はいはい、初めて、大人のおもちゃがあったんです、見たんです、初めて初めて大人のおもちゃを27歳の時、いじり岡田さんは、うん、
結構、どうなんですか、プライベートで女の人抱いてたりする感じなんですか、はい、あ、27の時ですか ?27 の時。それは抱いてますけど。あ、抱いてはいるんですか、ね、抱いて、大人のおもちゃ見たことなかったんで。おもちゃは見たことないですね。なかなか、ないですよね。ピンクの小さいやつなんですけど。はい、あ、ピンクの小さいの入ってました。はい。そしたら俺知らないから、はい、これ何だと思って、はい、ロケ V 回ってました。はい。これ何ですかって聞いちゃったんですよ。はい、へぇー、見たことないから。はい、そしたら、はい、まあ、た知ってるくせに、つって、こうやって使うのよ、つって前でやってくれたんですよ。それ、すっごい話ですね。立ち上がりましたね。すごい、その時、イジーさんどういうリアクション？いや、これ、しんどいぞ、この話。あ、これだ。これ、あ、これ、あ、これ、これ、あ、これってくるしか言えないんですよ。あ、これ。あ、これ、あ、これってしか。あ、これなんですね、そういう時、人間って。うんうん、で、女優さんは感じてるし。ちょっと待って、ちょっと待って、それ、テレ東で、深夜で、どのぐらいの感じ、放送はできなかったと思います、それは。え、放送できないけど、それはどういう状態でそのピンクのを当ててるんですか、下着の上から当ててます。それ、すごいっすね。ランジェリーで待ってましたからね。え、それ立ってたんですか、イジリさん。立ちませんよ。当たって、すいません。それ立たない、それはお仕事で。そうそう、よく聞かれた、ギルガメ6年半やって、立ったことありますかって言ったら、一切ない。次の進行があるから。ああ。なぜかというと、ほとんど、素人に近い、まあ、エブジョイさん。はいはい。そして、セクシーグループ。俺、キャンパスナイトで水着の子歩いてきた時立ってたけど。すごい。うん、はい。男優向きだ。いけんじゃん、意外にそんな。意外にノリノリで、できるんじゃないかそれはすごい。イジーさん。一切、脳は違う方に行ってるんですよね。あ、まあでもそうですよね。で、ここで笑いを取らないと、笑いというか、まあ、自分の仕事しないとそうですよね。すごいなぁ。で、笑い取りつつ、だからそれも別になんか見れて得とかそんなこと思ってないですよね。そうですね。女優さんの良さと、はいはいはい。そのエロいシーンが撮れているのか。はい、でも、気持ちとしては3ヶ月。3ヶ月みたいな感じですか。そうですね。それが、まさかの6年半でしょう。いやもう正直、ぶち跳ねてましたもんね、イジリさん。いやいや、もう俺らの中でもスターですよ、やっぱ中高生の時。ガッツリだから。ガッツリガッツリだね。泊まりに行ってね、友達ん家泊まりて、うん、ギルガメの時に夜みんなでこっそり見て、うん、っていう感じっすから、世代的には。それは嬉しいよね。今こうやって、はい、終わってさ、27年ぐらい経ってる、はい。じゃあ17年か。で正直、うん、ドンって跳ね、うん、イジリさんが、うん、もう、跳ねたじゃないですか、世間的に。跳ねた。その時気持ちとしてどうすか、やばいやばい、このキャラで俺行くことになるぞって気持ちなのか、うん、跳ねて嬉しいのかって。嬉しかった。あ、もう嬉しいとこに入ってるんですね、その時は。下ネタやる云々よりも、はい、名前が売れてよかった。顔、当時、浦和から通ってましたから、神谷町。だから、その、県議特選乗ったりしても、こそこそ学生が、あれ、いじりじゃねって言われて、あ、そういうのって、あ、芸能界で経験したことがなかったんで、それは嬉しかった。あ、そうそう。じゃあもう気持ちとしては、よし、俺はこのキャラでやっていくぞって感じですね、じゃあ。これでやっていくしかないなって。っていう。はぁ、あ、27、8ですか。そうです。はぁ、あ、番組がもう人気になっちゃってるんで、代名詞みたいな、ギルガメッシュナイトイコール、イジリオカダみたいになっちゃってるから。いや、そうですよね。いや、完全にそうですよ、ね。岩本京成さんが司会やって、まあ、はあ、風味細亀ちゃんやってとか、はあはあ、いじまいちゃんになってとかありましたけど、はいはい、やっぱりスタジオのエロいコーナーも MC もやる、はい、ロケも俺がやるってなっちゃうと、はい、やっぱりもうエロいことは俺が引っ張んなきゃいけないっていうのが。いや、ですよね。もうやんなきゃいけなかったんだ。いや、それはもうそうですね。もう全然じゃあもうそれやっていくぞっていう心構えだし。心構えなんだけど、はい、一つ未だに言えない恥ずかしい言葉があるんですよ。恥ずかしい言葉。恥ずかしい、はい、G 行為のことなんですけど。あ、言えないですか？おから始まるやつ、はい、言えなくて、今もそれ恥ずかしいんですよ。へぇそれで、その、ギルガメの中で、はい、びっくりしょ。言えないの。お今言えないです、恥ずかしい。あんなに鏡舐めたりしてた。いや今さっき、ビッググリフも。いや、舐めたりしてたけど、なのかな、あれが言えなくて、で、ある、ギルガメって、毎回、得意、普通のコーナーは、あったけど、はい、人気コーナーギルガメ治療院とか、はいはい、夜食万歳とかあったけど、はい、毎回特番のようなもんだから、はいはい、ある日、
いじり岡田のコーナーで、はい、その、おから始まる、はいはい、言えない。なんとか研究所所長のいじり岡田ですってセリフがあったんです。すげえセリフそれ。おーなんとか、あけ、これね結構ね、カスガさんもそうで、言えない、ね。いや、おの言葉言えなくて、まあ、自分磨きって言ってるんですよ。あの、それを。あ、いいですね。言い換えて。あ、いいですね。自分磨き。あ、それ、それって言える。でも、おから始まる言葉は言えなくて、でも研究所って言わなきゃいけない。なんとか、なんとか研究所所長のいじりおからです。今日は、おー何々についてのたくさんの、仕方をですね、っていう。うわーでも言わなきゃいけないですよ、ね。それをディレクターさんに言って、初めて、はいはい、台本、これ、言えないんですって言ったんですよ。はい、大人が。はい、恥ずかしい。はい。いや、言ってくださいって言われて。へー。いや、それはもう決まっちゃった、ね。それいくつの時ですか多分、あれ、ギルガメ始まって、27の時始まったから28ぐらいじゃないですかね。僕、ちょっと、何言って言えないんですけども、って。したら、多分、ディレクターさん、何言ってんのって思っちゃったと思うんですよ。お前が、ね、お前は、それ言えないのかっていう、多分、不思議だと思ったんですよね。うん、はぁ。え、それ、ご両親見る感じですかね。見てるんですよ。毎、全部見てましたからね。あ、ギルガメ氏。はい、毎週、だ次の、だから、まあ、次の日の日曜の昼に見ました。弟は、弟だけは似てるんですけど、七つ下の弟は、職場で、君にさ、岡田くんってさ、今ギルガメってる伊地岡田顔似てるよね、つって。はい、はい。はい、そうですか。え、知り合いしたら、いや、全然他人ですって。やっぱそう。弟は隠してた。まあ、いじられますもんね。なんか、こうやって、ちゃんと面と向かって話させてもらうの、初めてですけど、一切下ネタ言わない落語家さんみたいな表情してますよね。本当に、うん、なんか、まあそうだね、全然上品な芸人さんの顔してますからね。でもね、まあ、舐めるときはひどいから。それで、ギルガメが6年。6年半。って言ったんです、うん、で、俺らちょうどじゃあ、がっつり中高生だな。いや、一番思春期で中学、高校で。1991年から93歳から高3まで。13歳から、もう、それもう。いいとこだね。いや、一番もう直撃世代ですよ。春日んち泊まりに行って、谷口と1階のリビングで、見てたもんね。いや、それは見るよね。いや、もう、いじり世代ですね。いいね、いじり世代。完全に。それで、でも、8ヶ月でしたっけ、なんか空白の。いや、そうね、おっしゃってて、この間聞けなかった話を。ね、美人妻の時に。ロケの時に、はい。これ、みんな気づいてないんですよね。気づいてない。いや、なんか俺らも8ヶ月。いや、長いですよ、結構。結構長いこといない時があるっていうのは、みんな、結構知らない。いや、知らない、覚えてないです。これはね、これはね、あれなんですよ。どういう話だったの？これは、ある時に、はい、私、ギルガメ治療院ってやつなんですね。はい。僕がギルガメ治療院の委員長、白衣を着ている、はい。で、ジェフ・フルカワさんっていう、本当にツボの先生が横にいて、はい、その方がアシスタントなんだけど、はい、その人がアシスタント。で、私がギルガメ治療院で、はい、毎回、セクシー女優さん、AV女優さんをゲストにお呼びするんだけど、はいはい、で今日の患者さん、おいでーって言うと来て、はい、で、問診をするわけですね。はい、お名前はって言ってね、はい、じゃあバストヒップは何センチなの何カップなの、はい、で、今日何で来たの腰がすごく痛いんです。つはい、そんなに腰が痛いのじゃあ君がどのぐらい腰を使ってるか見てみよう。つって AV を20秒が流す。素晴らしいですね。それで20秒 AV が開けた後に、俺の、みんなが頑張って、ね、焦点しようとしてる時に、俺の顔でっていうことになっちゃう。俺の顔で、画面が変えるわけだよ、VR。ありましたね。で、そんなわけで、じゃあこんなに腰を動かしてるんだったら痛いな。じゃあ治療しようって言って、じゃあ脱いでっつって、シルエット越しに、はい。パンツ一丁になって、上もブラも取ってってなって、はい、CM は今日裸で出てくるって感じでね。そういうのやってた時に、はい、ある日、はい、それ僕が回した MC って、まあ、コーナーの進行屋さん、はいはいはい。ある時から、はい、お笑い芸人の方が、はい、ゲスト呼ばれて、はい、僕のコーナーをやり出したんですよ。どういうこと？治療院です。そう、俺のコーナーなのに、俺は、いないんですよ。なんでちょっと、嫌でしょ。何ですか、それは。それで、その時に、はい、ちょうどボキャブラブームなんですね。はい、はい、はい。それまあ、これは僕がスタッフの方から聞いた話なんですけど、はい、定かではないんですけど、はい、
飯島愛ちゃんが司会やってたんで、はい、愛ちゃんはもう、あの、ズバズバ言うし、はい、で愛ちゃんの意見を取り入れてたんですけど、はい、まあ、愛ちゃんは何の悪気もないと思うんですけど、はい、今、ボキャブラブームよね、はい、やっぱ二人組がいいよね、はいはいはい、って言ったんですよね、はい、って言ったらしいんですよ。愛ちゃん何の悪気もないですよ。はい、何の悪気もなく。で、スタッフも、愛ちゃんそういう風に言ってるなってなるじゃないですか。はい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 、はいはい。それで、はい、じゃあ、二、はい、人組を入れようってことになって、はい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 、じゃあ二人組入れたら、はい、俺はいらなくなりますよね。はいはい。まあ、芸人そのコーナーのあれがなくなるってことですか。そうですね。で、毎週、毎週、はい、毎週芸人が呼ばれるんですよ。あ、違う芸人が。違う芸人が試され、ボキャブラブームで試されて、これが合うのか、この芸人。それってでも、すごくないですか。イジリーさんが、そのコーナー背負って、で、だんだんこう、ね、盛り上がってきたのを、うんうんうん、別の芸人にコーナー残しのまま、うん、こんなこと変えるならまだ、そう。わかるけど、いや、それちょっと覚えてんな。なんかありましたね。うん、なんか、芸人さん出てると思いましたもん。それはその、これは、あった、なんかそんな時期、なんか、なんとなく、で、イジリーさんはその時いないってイメージないですけど、うん、なんかお笑い芸人さん出てるなってイメージない。そこの、違う、そこのコーナーの、その、MC 席にはいるんですよ。あ、違うところが。ああ、あの、あそこのみんなで座ってるとこにはいるんですよ、ね。俺は目の前でその、自分のコーナー撮られてるのを見てるんですよ。はあ。まあ、これも本当に初公開っていうか、誰も、これは誰も、とかどこにも言ってないことだから、今日初めて言いますけど、はい、へえ。なんだろう、へえ。それで、おかしいおかしいなるじゃないですか。はい。それ事務所から、はい。岡田来月で終わりだって言われた。はい、急に芸人さんが呼ばれ出して、はあ。4組ぐらい終わったら、岡田、終わりみたいだって急に言われたって言われて。それってあれなのかな、やっぱボキャブラブーム。ってことなんですかね。何なんですかね。で、なんか、こう、やっぱり、あの、こう、揉め事もおかしくたくないから、はいはい、うちの後輩の、当時、バカルディに変わるんですよ。いや、なるほどね。あ、そうだったサマーズに変わる。サマーズさん、なんか、出てた、なんとなく覚えてるんですよ。で、8ヶ月サマーズなんですよ。はい、で、ここからなんですね。こっからどう復活するかなんです、僕がね。それは何年目ぐらいですか、ギルガの始まって。30歳。30代、3年ぐらい。ああ、じゃあもう、結構わーっとこの人気になって、うんそうですね、乗ってる時ですよね、ギリガンの。それで、まだ話して大丈夫ですか、はい、いやいや、話してください。はい、それ で、そこで、はい。8ヶ月出ないで、俺はほら、金ちゃん好きだったし、はい、事務所も、じゃあこれいい機会だから、じゃあお前下ネタ封印して、あじゃあ今度お前、じゃあお前のやりたい方向でやっていこうってなったんですよ。はいはいはい、で、事務所もそうやって、ちゃんと打ち合わせしてくれたし。で、なってる矢先に。矢先に。僕、ギルガメの時の、回ってない時の立ち位置っていうのが、プロデューサーさんに言われたのが、はい、石井くん、この番組は女性が目立つ番組だし、はい、女性が主役だ。女優さんとか、セクシーグループ、はい、ギリギガーズとか、はい、だから、いじりくんは、はい、まあ、目立ちたいだろうけども、はい、なるべく女性を前に出すようにしてもらっている。それともう一つ頼みたいのが、ね、女性たちが、やっぱり女性ってなんか、仲悪かったりとかしちゃうと、はいはい、それを微妙に感じてほしいと。はい、で、うん、ギリギリガールズが5人いるじゃないですか。はいはい、でスタジオに2人と3人で入ってきたときは、はい、この今2分裂してると。はいはあ、はあはあはあ、で、次の週3人と2人に違う、もう1人が2人の入った時は、ここ1人抜けて、2つに分かれてる。はいはい、4人と1人の時があるから、そういう時は1人のことをフォローしてほしいみたいなことで、難しいですね。全部を見てて大丈夫なのかって見てたんですね。はいはい、で、俺抜けますよね。はい、抜けて、はい、で、ある日、愛ちゃんが、京成さん、岩本京成さんと愛ちゃんが名 MC、はい来たんで、ふみも卒業しちゃったんで、はい、愛ちゃんからで、家の留守店に入ってて、はい、いじいちゃんちょっと困ったことがあると、はい、相談したいんだと、はい、電話をくださいと、はい、愛ちゃんはすごい番組のことを考えるし、はい、愛ちゃんは言い過ぎたことがあるとギルガメが終わった廊下で先言い過ぎちゃったかなとかってすごい考えてくれる子だったから、はい、で電話したらどうしたのって言ったら実はね今ギルガメの、はいレギュラー陣が、もう中がぐじゃぐじゃで悪くて、もうスタッフの方も画用紙に、この子とこの子は仲いいけど、この子とこの子はダメだ、っていうふうに、もう図にも書き出してるっていう。
これ、じいちゃん、帰ってきてよって言われたんですよ。はあはあ、はいはいはい。ギルガメン、帰ってきてよ。はいはいはい。いや、帰ってきてよって言われても、俺はこういった理由で多分辞めさせられてるし。はい、そうですよね。そうですよね。で、事務所もじゃあ、下ネタなしでやっていこうってなってるし、俺は帰っても全然いいんだよとか。はい、だけど、事務所さん、テレビ東京さんがどういうふうに言うのかわからないけど、わかったっつって、愛ちゃんが、はい、ちょっと待ってっつって、愛ちゃんが、その、プロデューサーの方と、一対一で、料亭で、話をするんですよ。今日は本当腹割って話したいと。はいはいはい、私がこのギルガメを守っていきたいんだけども、二、はいはい、つ条件があるから、一、はい、つは、誰々ディレクターを返してほしい。はい、そして、一つはイジリオカダを返してほしい。ほうほうほう。って言って、分かった。ってなるんです分かったってなるんですけど、はい、当時プロデューサーの方2人いらっしゃったんですけど、はい、もう1人のプロデューサーの人にテレビ東京さんに呼ばれて、はい、でホリプロのマネージャーからお前ギルガメから帰ってきてほしいってあるけどお前の気持ちどうなんだって、はいはいはい、僕はすごい帰りたいと思います帰りたい、はい、じゃあお前テレビ東京さんにちょっと行ってくれって言って、プロデューサーさんのデスクに行ったんです神谷町の、はい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 、そしたらそのあー IG さんおはようって言われて、はい、それでちょっとさとりあえずお話いろいろあるんだけど、はい、ってちょっとこれ見てって言って、はい、そのプロデューサーの方の机のデスクから引き出しから、はい、こう束を出すんですよ、はい、はがきの束をはい。はい。こん、なんと、どのぐらいですか、これ。これが3束ぐらいです。かなりですね、それは。何千、何、何千ぐらい。何千枚だね。ちょっと見てって言われて、はい、みんな、その、プレゼント応募のハガキなんですけど、はい、人、全員が、はい、いじり帰ってきてって書いたんですよ。へぇこんなん泣いちゃったよな。これはすごいっすね。いじり、どこ行ったんだいじり帰ってきて、いじりがいないとダメだよ、みたいなのが。それをプロデューサーさんが、プレゼントのハガキ書いてないやつと書いてるやつを分けて、取っといてくれて。ちょっと読んでてって言っていなくなって、それで読んだら泣きます、泣いちゃいますよね。いやいや、そうですね。すごいな。じゃあちょっと喫茶店行こうって言って、こういうことなんだけど、イジさんどうですかもちろん帰りますって言われて。はぁ。それで視聴率が5、まああれ良かったです。5% ぐらいだったんですけど、はい、僕が帰った時から、はい7になったんですよ。数週間で7って、はい、今考えると半端じゃないですね、はい。で、プロデューサーさんが、イジさん帰ってきてくれたら、はい、もうイジさんね、もう裸とか、はい、もうロケとかじゃなくて、もう番組の中、スタジオの中でやらせますからって言って、はい、スタジオ収録の2、3日前に、はい、マネージャーからロケが入ったって言って、はい、どんなロケですかって言ったら女流カメラマンに俺のヌードを撮られるっていう、はい。約束が全然もうまずロケ行ってるし裸だし全裸で、ね、裸でラブホテルで女流カメラマンにヌード撮られてるしでもイジリ帰ってきたってなってイジリ復活が俺のヌードを撮られるっていうコーナーでイジリさん来ていただくってやって、うん、下寄りのことをいろいろやってみんなで暴れようかなって思ってたら本当ごめんなさいいや違う、すごいなんか聞き入っちゃってああそうすごい話すごい話だなと思って下寄りのじゃあいやいやいや全然いや聞きたくてギルガメのあの下のコーナーとか懐かしの話とかした方がいいんですかいやいやいやそういうことじゃなくて、はい、すごい聞きたくって聞き入っちゃってあありがとうございますでそれで自分で戻ったらもう完全にイジリさんその、うん、なんだろうそこ背負ってくか心構えで、ね、ありましたもう一生の芸風になるなみたいな、うん、もういいなともうこれもうここで行こうともうやっぱり一回やめて帰ってきた時からやっぱりこれはどんどんやっていかないとどんどんエロくやっていかないとそれで裸でいきなり女流が、うん、そうですね取られていやーそれをやらないとっていうふうには思ったし。で、やっぱなんかちょっと霜に対して抵抗あるから、逆に、うん、まあ、後輩が言うのは失礼ですけど、上手にできるんですかね、ああいう、なんだろう。スタッフの方が言ってたのは、本当にドスケベだと、多分引くっていう。やっぱそうなんですね。俺よく、うん苦手なんですよ、水着のことが出てきて、なんかいじったりしなきゃいけないの。マジでエロい目で見てるからなんですよ、ね。そうだと思います。
そうですよね。そうだと思います。うん。多分そうなんだな。そうそう。で、そこがないから、ちょっと振ってみてようとか、徐々に行こうとか、あるわけですもんね。多分必死だったってのはあるんですけど、これで、うまく、トークうまくなっていかなきゃいけないから、エロくなってる場合じゃないという。へ、なるほどね。夜食万歳っていう、結城ひとみちゃんと、あの、エプロン一つの、はいはいはいエプロン一枚で裸っていう。で、あの、ちょ、胡椒がないなーって言うと、ゆきとみちゃんが脚立に乗っていくのを、下から見て、おーって言って、ひとみちゃんあれ何もノーパンティーなんで。そう、ありましたよね、よくね。もう全部が、あの、上にね、上がってく。見えるんですよ、僕から。はいはい。で、俺の、顔とか肩とか、はい、この肘とかでカメラさんとの入念なリハーサルで大事なとこ隠すっていう。邪魔でしたね、あの当時。藤井さん邪魔でしたわ。あれ、それがいいんだもんな。これですよ、これ。これ CD の、これがゆきひとみちゃんのあれですよ。はいはい、ああ、これね、そう、ピンクの。懐かしい。これ、これ、あの、一応、あの、裸のエプロンのジャケットなんですけど、これ、割り箸をここに挟めて、くるくる回ると裸に見えるよっていう。ああ、なるほど、錯覚で。注意して見て。あ、この歌。マンゴナタデココっていう、あの、もしかしてパート2でおなじみ、森下彦先生に作っていただいた。あ、イジリーさんって、この時、オールバックで。そうか、この髪型。え、オールバックでしょ。オールバックで、そのツールブロックで横がないんですよね。はあ、これですね、かかってるんですよ。そうですね。これも全部見えるんですね。はい。懐かしいな。これだってみんなであれだもんな。うん、録画のビデオデッキしちゃうと、ウィーンって回るじゃないですか、はいはいはい、だからそれで、親にバレるから。で、多分、ギルガメッシュを見たいがために、うん、みんな自分の部屋にテレビ買ってくれっつって、うん、で親にダメだっつってね大喧嘩してじゃ普及したんですよなんで買ってくんねんだよテレビはっていうのはもうギルガメを見たいからだけなんですよ本当そうだよね買えてめこの野郎みたいな親との喧嘩はギルガメ見るためだけだから嬉しいよっぽすごいみんなそんなあったよな自室にテレビ入れたいからいやいやそうですそうじゃないと見れなかったですからね見れないもんねあとだから家の自分の部屋にテレビあるやつに泊まり行きますってそれはねやっぱり見たいもんね親のいやいやいや親のちょっと邪魔が入ったりするとね俺なんかこんなちっちゃい液晶のなんかねなんかしったそんなんで見てましたもん部屋で自分のそんなちっちゃいのとかで見れるのはすごいあの関東とかあの北海道もやってたんですけど九州とかもあるところやってないとかあるんですよアンテナをそれで山口県かどっかの、仕事で出会ったディレクターさんが、ギルガメ、うちの方、山の方でやってなくて、それで、噂だけが流れてくるんですよ。はいはいはい。で、ギルガメ店がすごいって。で、友達ん家行って、本当になんか、音は出ないけど、チャンネルだけで、なんか、ザーザーザーって、はいはい、ギルガメッシュナナナナイトで始まったっていう、その音だけですごい興奮してたって言いましたよね。ああ、でも気持ちは。音だけでも興奮できたっていう。いや、そうだよ。土曜だ、もう、そのテンションがもうね、土曜の夜はこれ見るっていう風になってるから、うん、お盆かなんかの時期に田舎に帰った時やってなかったんですよ。土曜のその時。そっちはやってないやってない。だけどなんかテンションだけは持ってっちゃってるから、もう一人寝れないんですよ。体に入って、体にもうリズムで入っちゃってるから。やってないのが1時、2時ぐらい。くそ、ギルガメ見れねえみたいな。ありました、中学ぐらいの時。それは本当に申し訳ない。そういう体に。ああいうでもなんかこう、ペットボトルとか部屋入っててっていうのは、うん、その石井さんからなんか結構始まったってとこあるじゃないですか。うん、あ、でも多分その前にいるんですよ、お二人。あ、そうなんですか。鶴太郎師匠と。ああ、鶴太郎さんとかもやってたんですね。寝起きですよね。寝起きはやっぱ元祖は多分鶴太郎師匠じゃないですか、ね。でも我々が体験したのはイジリーさん。あ、世代的に。世代的に。でもそうだよね、俺らは。まず、そうですでも、なんかそれで、でも、イメージがバーって先行しちゃってて、うん、そのエロだっていう風に見られる。は見られるじゃないですか。見られる。いろんな番組で呼ばれて、うんうんで。そういう時に、いやいやっていう思いとかってないんですか？なかったんですか？もう、はい、今はないんだけど、はい、アメトークで、初めて楽屋に、はいはい、アイドルの楽屋に行ってっていう、はいはい、おかげさまでその、何年か前に出た時、名物コーナーになりっていうのがあったんですけど、はいはいはい、でもその時も本当に自分の中ではもうこれダメだ。これは本当にベロとか下ネタみたいなイメージだと仕事も少なくなるし、アメトークさんに呼んでいただいて、まあ、
あの、アイドルのものを舐めた後に、やっぱり一回封印しようと思ったんですよ。へで、ある、それで悩んでる時期があって、それで、ある、その楽屋で、あの、メイク室でたまたま出川さんと二人になったんですね。へぇ出川さんが、イジリ君この間見たよって、アメトーク、超面白かったって言われて、あ、でも出川さん僕はちょっと芸風的に、すごい話なのこれ。ベロはちょっと今後やめていこうと思うんですよね。え、なんでって言って、はあ、いや、ちょっと僕、やっぱ、なんかこう、正統派の、はあ、やっていきたいっていう気持ちあったんで。そういう思いはずっとあるんですよね、はあ、やっぱり。はあ、うん。それで出川さんが、じゃあ、イジリ君あれはね、と。はあ、もう一周してるんだし、ギルガメの時から。はあ、伝統芸なんだし、はあ、誰もやらないんだし、はあ、あれは続けた方がいいよっていう、メイク室でいっぱいタレントさんいるじゃないですか。でも、その時二人きりだったんですよ。はあ、出川さんが、あれはやった方がいいよって言ったんで、じゃあやろうって思ったんですよ。そうなんですよ。それでやっぱもうやっていこうと。はい。その、そうですね。そういった時に出川さんが、でも出川さんにそれを話したら、覚えてないです。あ、覚えてなかったっす。人っていいこと、自分が言われたことは覚えてるけど、だから、そんだけ別に出川さんもいいこと言おうとか気持ちはないですよね。ピュアに、そう思うよってことで言ったってからこそですよね。はい。そうなんですよ。はぁ。だから、そうですよね。いや、俺らもやっぱ中高生だから、わかんないから、失礼な話、エロいイメージなんですよ。で、俺、未来ロケットって番組。ああ、いや、お世話になりました。で、イジリさんが、その、大人の女性に、インタビューするっつって、一般の人が、ちょっと、一般の人とか、グラベであんまり長飛ばずの人とか、絡み、正直難しいじゃん。12人ぐらい。正直、もう、いろはも全然わかってない人たちなんですよ。まあ、そうだろうね。それはまあそうだろうね。そう。で、難しかったので、で、改めてモニタリングしてて、みたいな。石井さんってすげえなと思ったんですよ。持ってき方とか。ああ、その12人。その腕が。腕が。嬉しいです。で、生意気ですけど、後輩が言うんで。で、その、あ、やっぱす、で、乃木坂の番組とか見ても。ああ、乃木坂。だから、それで、でも俺、その芸人として、そこを、そこより全然先にエロのとこで見られちゃうのって、なんか、でも評価される、されたいなとかってないのかなとか思ったんですよね、見てて。すごいから。すごいから。評価、あ、そうか。だって、その、なんか、評価、がぐいぐいもらう人もいるわけじゃないですか、芸人のタイプによって、なんか、なんか言いにくいですけど。うん、でも、まあ、乃木坂の番組に関しては、やっぱりギルガメの時に、そういうふうに、やっぱり女性の番組だっていうのが入ってるから、やっぱり乃木坂、やっぱり乃木坂のおかげで僕はいるみたいな感じで、MC でいるんだから、まあ、いやいや、そうですよね。乃木坂を目立たせる、合間に、ちょっと突っ込みでギャグを入れる程度でいいっていうのがあるし。いや、それはすごいなと思って、この子に今やらせてた方がとかの感じとか、いや、そういうのになんか評価、評価されればいいと思うんじゃないですけど、なんかそこをも、欲しいなって思うことないのかなっていうふうに思ってますよね。今50歳でも、今でも、そういった仕事をもらえて、ありがたいっていう気持ちでやっているので。別にそんなの別にいらないんですね。まあだから。評価とかは。で、乃木坂のメンバーも俺のベロ慣れちゃったし。3年、もうベロが、早くて綺麗ですねって言われてるから。エロいとかじゃなくて。じゃなくて、もう。で、だからもう、乃木坂の皆さん、本当に素敵な子たちなんで、それで、慣れてるけど、リアクションはしてくれる。いやいや、なるほど。いやーんって言うけど、もう笑顔だからね、と思って。なんか、面白い話ですね。詞も嫌いからデビューして、そうなるって、なんか不思議な縁というか、巡り合わせですよね。ねえ。で、当初から、僕ね、デビューが、春日君の地元の西部、所沢の西部の屋上デビューなんですね。はいはい、アイドルの司会で。で、初めてそれ芸能の仕事で、アイドルの司会ってこんなに、楽しいんだと思って、将来司会やりたいなって22歳の時思ったんです。それが今、
乃木坂とか、その一流のアイドルの司会やれてるっていうのが、エロ一回挟んでますけど、はい、いやよくエロ挟んでる俺が秋元先生許してるなっていう。なるほどね。AKB も、ね、AKB の AKB ビンゴってありますけど、最初0時何十9分とかって、AKB がまだブレイクする前の第一回の隠しゲストだったんですよ。へー。で、秋元先生から、はい、とにかくバラエティわかんない子たちで初めてのレギュラーなんで、泣かしちゃってください。ベロでって言われて。その AKB も絡んでるし、乃木坂も絡んで、まあ、乃木坂なんかお嬢様っぽいっていうか、はい、よくお嬢様っぽいですからね。よく俺と絡ましてくれているなっていうのが、すごく不思議で、しょうがないですよね。で、ありがたいっていう気持ちと。そうか、そうか。へぇー。なるほどね。今、春日さんとね、二人で。美人妻じゃない。これは、久しぶりにギルガメの時の俺、いじりが出てますよね。いやいや、もうそう、間近で高速ベロみたいですよ。もう普通にもう、中学生に戻る瞬間ありますもんね。ずーっと二人で、奥さんもっとお尻を、奥さんもっとこっちこっち見て、奥さんもっと胸元行こうか、奥さんって何回言ってんだろうと思って、一日四本撮りだから。味わい深くなってくるよな。いやだ久しぶりにいじり岡田、はい、ギルガメの見たい方は美人妻いただきますよね。そうですね、あれはいいですね。なるほど。ただ奥さんが前回のいじりさんが。これ、このなんかすごいストーリー、お笑い芸人のストーリー聞いた上で俺美人妻の素材見たら大爆笑。いや、その葛藤があった末の、余計笑っちゃう、そのベロに。それで、爆笑できると思います。それぐらい、吹っ切れてやってるもんね。そうですね。これでもう、お時間。来ちゃった。なんか、いや、そう、あっという間でしたね。もうちょっと聞きたいことはいろいろあったんですけど。いや、ありがとうございます。本当にもう。お知らせがあります。そうですね。映画が、内村サマーズ・ザ・ムービーに、タレントさん、芸人がたくさん出てるやつで、どっかでのワンシーン出てますよってことと、あと9月の4日、みんなエスパーだよって、その園子監督が、あれで染谷くんのお父さん役でずっとドラマもやってたし、それで映画も、もう大画面で私のベロが行くらしいです。映画館のスクリーンいっぱいに俺のベロアップ。これはぜひ見ていただきたい。映画館で見ないとダメですよ、ね。そうだね。葛藤でのベロアップ。なんか全然しくじってないですけど、しくじり先生とかでもトータルで聞きたいぐらいですもん。しくじり先生が、乃木ビンゴ、乃木坂のディレクターさんやってて、この間見ましたよ、夜間ちゃん乗ってたら、伊集院さん、出てくださいよ、しくじり先生って言われて。いや、出てほしいですよ。じゃあちょっと、考えます。あるね、いや、楽しかったです、ね、本当に。ありがとうございます。いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オードリーのオールナイトニッポン。ギルガメッシュ。